どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイホテルのポイント宿泊に関してなんですけども、前々からですねポイントがですね、今はカテゴリー別のシーズン制っていう風にねなっているんですよね。それがねこちらっていう風になるわけなんですけども、これがですね廃止になりまして、変動制になるっていうのはですね前々から言われてたんですよね。で本日ですね、マリオットボンボイホテルの公式サイトね更新されまして、このねポイント変動制のね詳細がね明らかになりましたので、今回の動画ですねこちらの解説ねやっていきたいなという風に思います。ということで、とうとうね来てしまったかっていう感じですね。まあ前々からねアナウンスはされておりまして、日付がねずっといつね3月のいつ導入されるのかっていう話でねずっと止まってたんですけども、変わる日付はですね3月の29日からですねこちら開始になるということで、まあ海外のねブログとかだと3月の29日から30日の間にねこれが切り替わるみたいな感じで記載がされてるので、まあ多分ね3月29日から1日かけてねシステム変更みたいな感じで、まあこれが切り替わるのではないのかっていうふうに思っておりまして、まあこのマリオットボンボイのね無料宿泊に関してはですね、この SP ジャーメックスで保有されている方はねかなり影響を受けるかなっていうふうに思いますし、またね新しく発行されたマリオットボンボイカードもですね、このマリオットポイントはね貯まるっていう風になりますんで、まあ、こちらのカードね保有されている方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、更新された公式サイトなんですけども、まあ、こんな感じになっておりまして、ホテルズウィズミニマムレディプションレートアジャストメンツということで、まあ、これね Google 翻訳で翻訳するとですねこんな感じになるんですよね。最小の償還率でいいのかな、調整のあるホテルということで、毎年償還評価のプロセスの一環として、世界中7900以上のホテルのうち約200のホテルの最低ポイント償還率が3月29日に引き上げられます。これらのホテルの約30でポイント償還率は、以前のカテゴリー8のね、率を超える可能性がありますということで、まあ、こういった感じでね記載がされているんですよね。ですので、このね200のホテルではですね1泊あたり5000ポイントから最大ね3万ポイントね、まあ、必要ポイントがね上がるっていった形になるんですよね。で今のねシーズン制カテゴリー制の中でですね、カテゴリー8っていうところで、まあ、一番高いね必要ポイントは10万ポイントっていう風になってるんですよね。ですので、まあ、これのね公式サイトを読み取る限りだとですね、今現在はですね最大ね1泊、13万ポイントまでね必要ポイントが上がるっていった形になるんですよね。でこの公式サイトのねこの部分の下にですねホテルの一覧がね見られるようになっておりまして、非常にたくさん、まあ、世界中のねマリオットボンボイホテルの今回調整が入るねホテルが、まあ、記載されているっていう風になりますんで、まあ、この動画ではね全部紹介しないんですけども、まあ、日本のねホテルの対象ホテルがねどこなのかっていう話なんですけども、日本の対象ホテルはですねカテゴリー8からスイランラグジュアリーコレクション、リッツカールトン京都、三井京都、この3つがね、記載がありました。でカテゴリー7でですねリッツカールトン京都はね記載があるっていった形になります。で上げ幅なんですけども、スイランラグジュアリーコレクション、リッツカールトン京都、三井京都はもともとのねカテゴリー8のホテルで、今回のね引き上げ幅が2万ポイントのね、枠に入ってるっていう風になりますんで、こちらのホテルに関してはですね、今までね、必要ポイントっていうのは、最大ね、10万ポイントで1泊宿泊できてたわけなんですけども、変動制のね、今回の導入で、最大ね、12万ポイントまで引き上げられる可能性があるっていった形になります。またね、リッツカールトン日光に関しては、もともとね、カテゴリー7のホテルっていう風になりますんで、必要ポイントはね、5万ポイントから7万ポイントっていう風になりますので、こちらはね、こちらがですね、3万ポイントの、上げ幅のね欄に入っておりましたので、リッツカールトン日光に関してはですねカテゴリー7なんですけども、最大ね10万ポイントまで上がる可能性があるっていった形になります。それ以外のね日本のホテルはですね、今回のね調整の記載のあるホテルにね入ってなかったっていう風になりますんで、まあ、現時点でですね3月29日切り替わる時にはですね、他のね日本のホテルでは一応ね影響がないっていった形になります。
それでは次にですね、今回のね、発表を受けてですね、マリオットボンボイとかね、そういったホテル系のね、ブロガー、海外のね、ブロガーの方のね、記事を見るとですね、こちらね、公式サイトの方にはね、記載がなかったんですけども、マリオットボンボイのね、無料宿泊特典ってありますよね。まあ、SPG アメックスのね、更新特典も、この無料宿泊特典でね、5万ポイント宿泊いただけるわけなんですけども、こちらね、1万5000ポイントを足して、6万5000ポイントまで、のホテルでね、宿泊できるようにね、今年からなるんですけども、それの導入がですね、どうやらね、4月末からですね、こちら導入されるっていう風にね、記載があるんですよね。ですので、こちらまあ一応噂程度でね、頭入れといていただきたいなっていう風に思うんですけども、まあこのね、海外のブロガーの人もですね、記載していることはね、そのまま、行われてるんで、信憑性はかなり高いと思うんですけども、一応ね、こちらも4月末からですね、導入されるっていった形になります。またですね、今回ね、ポイント変動制ね、導入がね、3月29日から、まあ、されるっていう風になりまして、この3月29日としかね、記載がされてないので、まあ、何時に行われるんだっていう話なんですけども、アメリカのね、米国時間で記載されていると思いますので、まあ3月29日の0時きっかりにね、始まるのであればですね、まあ日本時間の3月29日14時からね、まあシステム変更みたいな感じでね、されるのではないのかなというふうに思います。でですね、今回ね、対象ホテルね、そこまでありませんでしたけども、まあ、もしね、今年、利用する予定がある方であればですね、この3月29日にはですね、このポイント変動制ね、導入されますので、3月28日までにはですね、このリッツカールトン、日光であったり、スイランラグジュアリーコレクション、リッツカールトン、日光、三井京都ですね。ここら辺のホテルはですね、押さえておいた方がいいのかなというふうに思います。で、押さえておくときにはですね、キャンセル規定ね、確実にチェックしていただいて、まあ、2日前までね、無料でキャンセルできるようになってると思うんですけども、そこもね、確実にチェックしていただいて、3月28日までにね、予約取っていただければなと思います。ということで今回ですね、マリオットボンボイホテルが3月29日からですね、ポイント変動制ね、導入するということで発表されましたけども、そこまでね、影響は多くないのかなっていう感じですよね。日本のホテルもね、私が調べた感じだと4つしかなかったんで、まあそんなに影響はないかなっていうふうに思うんですけども、まあこのね、2022年に関しては、このポイント、変動性ね、仮運用っていった形になりますんで、またね、2023年にですね、本格運用になりまして、今年の後半の方にですね、またこのポイント変動性自体もですね、更新されるっていうのがね、予定されているようで、これもね、海外のブロガーの方がね、マリオットの、問い合わせして、回答がいただけたみたいなね、まあ、そんな感じでね、記載がありましたので、今回は、まあそんなに影響なかったですけども、今後ね、まあ今年1年ですかね、どんどんね、変わっていくのではないのかなというふうに思っておりますので、マリオットボンボイポイントね、保有されている方はですね、またね、新しい情報が出ましたらですね、私の方でね、動画解説出したいと思っておりますので、ぜひね、チャンネル登録しといていただければなと思います。で、この海外のね、ブロガーの方がですね、マリオットボンボイにね、問い合わせした内容でですね、まあ、今後ね、まあ、どうなっていくんだと、カテゴリー8で、まあ、今回ね、最大でも13万ポイントまでしか、必要ポイント上がんないわけなんですけども、まあ、今後ね、15万とか20万とかね、なるんですかみたいな感じで聞いたら、今後ね、更新する予定があって、その中でですね、上がるかもしれないし、下がるかもしれないみたいなね、まあ、そんな感じのね、回答でしたので、まあ、本当に今回の発表はね、現時点でっていう感じですね。これが1年ぐらいね、まあ、あって2023年でね、また変わっていくのかなっていう感じですね。またね、マイルの交換率に関してなんですけども、一応ね、このブロガーの方がね、問い合わせた感じだと、今のところね、マリオットボンボイポイントっていうのは6万ポイントを一気に交換すると2万5000マイル。本来2万マイルなんですけども、5000マイルのね、ボーナスがつくっていうね、話がありますけども、まあこちらもですね、今のところはですね、変更ないということですので、まあしばらくは大丈夫なんじゃないかなっていうふうに思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じでね、終わりたいなというふうに思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。